この動画を見ながら座るだけでダイエット効果を上げることができます。一番最後にとっておきの座り方紹介しますんで、一緒に見ながらやっていきましょう。まずはあぐら足です。楽に足を組んで座ってください。途中で足を入れ替えたりした方が効果的です。背筋をしっかりまっすぐ正して座ってください。体が丸くなってしまうとね、効果半減しますんで、しっかりねあぐら足のままで胸を張って体を上に引っ張って座っておきましょう。たまに足を入れ替えてみてください。これだけでもね、股関節のストレッチになったり、体を引き伸ばす筋肉がね鍛えられますんで、しっかり上に引っ張って、はい、 OK です。今度はね、足の裏を合わせてこのように座りましょう。しっかり胸を張ってください。膝の力をねできるだけ抜いて、股関節しっかり開いて座ってください。このね、体が丸くなりたい気持ちをね我慢して引っ張ったまま座っておいてください。ちょっと体をね左右に揺らしてみるとね、股関節のね伸び具合が感じられると思います。はい、 OK です。今度はね正座をします。体をしっかり引き伸ばしてね、キープです。正座もやっぱりね、体をね丸くした方が楽なんだけど、ちゃんと体をね引っ張って、胸をね張りすぎず、ちょうどいい位置でね止まってください。手を前に伸ばすとね、体をまっすぐ保ちやすいです。このままキープです。座るだけっていいですよね。 OK です。今度このままね、腰を丸めたり胸を張ったり繰り返していきましょう。体を上に引っ張る、丸める、これだけでもね体幹のストレッチや腹筋が使えたり、骨盤のね反り腰、前傾後傾をねリセットすることができます。しっかり引き伸ばして力を抜く。オッケー。今度は体をまっすぐにした状態で、たまにお尻を上げてください。この正座の状態ってね、長い時間すると足がしびれると思いますが、たまにこうやって体を持ち上げることで加圧効果が生まれて、下半身のむくみやね血流のねアップがねできますんで、この第二の心臓にあるふくらはぎをねお尻で押さえつけることでマッサージ効果もねあります。OK です。で、今度は足をね伸ばします。このまま腰を丸めたり体を引き伸ばしたりしてください。このね長座っていう座り方、結構ねきついですよね。膝を少し曲げる方が楽ですよね。この伸ばすことがねハムストリングとかふくらはぎのストレッチになりますから、腰を丸めたり伸ばしたりします。 OK。 今度はね体を上に引っ張ったまま膝を交互に伸ばしましょう。つま先を上げた方がいいです。この今ね体を上に引き伸ばして座っている状態、この骨盤の状態がね一番いい骨盤の状態に実はあります。立ってる時もこの姿勢がね、この上半身もね作れるといいですよ。オッケー。体上に引っ張りっぱなしだったら結構疲れてると思うんで、今度はね力を抜いて止まっておきましょう。つま先をしっかりね上げてください。
これだけでもね、腰を丸めてるだけなんですが、腰のストレッチにもなるんで、いつもこの姿勢はね、良くないですが、今上に引っ張ったんでね、ちょっと休める感じで背中を丸めてください。リラックスしていきましょう。 OK です。今度このままね、お尻を左右浮かせましょう。体を上に引っ張ったまま、お尻を交互に動かします。このね、長座、足を伸ばして、もも裏伸ばした状態、体を上に引き伸ばした状態でお尻を動かすことで体幹を鍛えることができます。もも裏のストレッチ、ふくらはぎのストレッチもしながらです。これ実はすごい効果的です。 OK。 で今度はね、もう一度足の裏合わせてパタパタパタと動かしましょう。この足を振ることでね、血流も上がってきますから、パタパタパタ。もし硬い人はね、手の力で少しこうやって動かしてください。あとちょっとで終わりますからね。はい、 OK です。でもう一度ね、今度はつま先合わせてこのように正座、体を後ろに伸ばしたら立ちます。体を後ろに引っ張って上がる。できるだけまっすぐね、倒れてみてください。少し倒れたら座って上がる。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか一本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。